アイテム番号 SCP-403-JP、 オブジェクトクラスユークリッド、特別収容プロトコル障害工作班 NMT 土の絵403他希望用が日本全国に潜在的に存在する SCP-403-JP 暴露者を検索及び特定する任務に従事しています。担当区域での原因不明の移植症や郵便に関する特異なトラブルを発見したフィールドエージェントは、NMT、土の絵、403の連絡担当顧問に報告を行ってください。403JP 陽性個体は拘束後クラス B または C の記憶処理を施行され、財団傘下の精神病治療施設で保護観察下に置かれます。陽性個体の識別基準の詳細は文書 81.403。B2 に記載されています。回収されたすべての SCP-403-JP。一日例はサイト8119の情報災害物品保管庫に貯蔵されることになっています。説明、SCP-403-JP は未知の期限を有する郵便物。SCP-403-JP1 を中心に発生する異常な認識災害現象で、日本郵政グループが各種サービスを展開する81地域でのみ出現が確認されています。SCP-403-JP1 は日本全国の民家及び施設の郵便受けやドアポストに無差別に投函されますが、必ずしも日本郵便による間接的な関与が認められるわけではありません。SCP-403-JP の起源とされる実態が不明な手段によって SCP-403-JP1を輸送している可能性が指摘されています。SCP-403-JP1 は 100.0mm×146.0mm の指定絵はがきで、宛先の住所と名前、通行のメッセージが不明な筆跡で書かれています。裏面にはギガ化した2人の人型実体の絵が印刷されています。送り主の個人情報の記載はありません。SCP-403-JP 表面のメッセージの全文及び裏面の絵の両方を5メートル以内の距離で視認した 99.6% の人間に対し、SCP-403-JP の異常な効果が発現します。403-JP 暴露者は SCP-403-JP1 を含む自分宛ての郵便物を可能な限り大量に咀嚼したいという脅迫衝動に駆られます。暴露者は自身が保管する封筒や便箋、はがきなどの用紙を探し出し、その重要さに関わらずほとんどを胃に収めます。ストックを消費し尽くした場合、暴露者は自分へ大量の郵便を送るよう家族や知人に懇願し、その実行に過度な期待を寄せるようになります。暴露から6、14日が経過した個体は紙以外の接触を完全に拒否し、消化管の著しい損傷か栄養失調によって死亡するまで異常な行動を継続します。回収経緯。SCP-403-JP の最初の発見は1954年4月15日。ソ連諜報員ユーリー・ラストビョロフの日本人協力者とされていた元関東軍第師団隊1902-1954の自宅を捜索した公安調査庁特異案件対策室 AID のエージェントによってなされました。AID は当初 SCP-403-JP を、神戸に事件1以降国内での活動を活発化させたソ連軍参謀本部情報総局、P、部局、GRU、P、部局が用いる超常的な粛清システムであると考えていたと思われます。その後の調査と対抗機関との不幸な行き違い及び衝突を経て、AID はオブジェクトを GRU、P とは無関係の起源を持つ異常現象であると判断し、日本超常組織平和友好条約2により情報管理権限を SCP 財団に移譲しました。図らずとも AID は、日本国内で超常事象を取り扱ういくつかの微小な政府機関軍の存在を財団が認知する発端を与えたと言えます。SCP-403-JP1 資料、お地球認識災害情報 BAPH3 特変身すべし、メス犬どもは苛立っておる。主がいらぬと何も始まらんのでな。未だ文は届かんのであろうか。4ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。